超逃げた企画ってやつをやろうと思います。ちょっと仲いい人で交流ある人で3人1組作ってほしいかも。その3人1組でこう逃走中みたいなことやる企画だから、仲いい人で3人組、仲いい人いなかったらまあ適当に、結構重要だからね、意思疎通できそうな仲いい人の方がいいよ。はい、この中入って、あの3人グループ入ったらこのなんか枠作るから枠の中にとりあえず入って、はい、仲いい人同士で組んでください。テルとかで打ち合わせて、ネタとか今までやった人の方がいいかも。はい、ちゃんと待ってるから組んでね。結構ね、バンクラうまくいってるってことで既存の参加者から好評でした。これからも頑張ってください。昨日仲間2人バンされた。誰がバンされたの？解除してほしい。ワンチャンあるで解除。人こんな少ないんだったら言霊とシャビーじゃ解除してやるか。いいよ、友達がバンされたって人はワンチャンあるで。まだ、はい、枠作るから入って、そのグループで3人1組ね。ちょっと隣の枠行かないで分かんなくなるから絶対出ないでね。あと1人スイープ、いいよ。あー、よくおしゃべりしてるもんね。どこに入れんのそれ？ここ？オッケー。でもどうすんのそれ？来るんだったら待つよ。あー、ディスコグループ作ってもいいかもね。来ます。オッケー、じゃあ待つね。くんさん、これ食料配布ありますか？いや、食料は必要ないね。もう。食べ物はいらない。はい、枠から出ないでください。ちょっと、あの、コマンドの処理の関係上。ちゃんとロゼピン呼ばないと。超逃げさん。まあ、イメージ的にはロゼピンが超逃げて、それを追いかけるみたいな、そういう企画です。資材島に行きたいかも。いや、大丈夫。プレイヤーデータは今の状態で保存するから、また、そのリセットされることはないもん。もう資材は別になくなって大丈夫。今のサーバーの資材というか、その持ってる資材は今。くんさん、誰でもいいからじゃなくて、友達とかができれば。この二人は残機あったら蘇生します。あ、いいんじゃない？はーい、少々ね。ジャビー、オッケー。おい。PP ヨロです。これで全員かな？他待ってる人いない？もう大丈夫、やっても。オッケー、じゃあやりますよ。はい。じゃあ、ということで、今、同じ箱に入ってる3人いますね。その中で1人しか生き残ることができません。他2人をバンします。なんで投票するので、今から読み上げていくの中だけ入れてください。ロゼピン超逃げた企画はやりません。はい。で、バンクラフトは昨日やった結果あまり面白くなってないので、再編成します。はい。申し訳ないんですけど、3人に1人しか生き残ることはできません。仲いい人のうち、1人しか生き残れないってことだな。よかったらでも2人生き返らせて、難易度上げたね。はい。じゃあ、やろうか。俺が優しいの違和感感じなかったか？食料いらないってのはそういうことな。食べ物なんてもういらない、資材なんていらないんだよ。なぜならこのサーバーもう終わるから。わかるか？で、新しく人入れて、バンクラ再編成するから、お前らがさ、仲良くしてたテルのログ、あれ全部押さえてるんだわ。テルのログ全部見てみたんだけど、ずいぶん仲良さそうじゃねえか。ここは戦場だぞ。一番チャット多いやつとか見ろこれ。うつろつぎはぎみたいなやつ？こいつ1600件も会話してるぞ。で、ここにいないやつはもうダメだから、復活ない。ここでバンされた人間には。だから心して、戦ってくれ。復活はないよ。次の企画にもう行くから、パードンはないです。残念ながらこれは死の企画です。殺し合いだ。さあ、戦い始めようか。クソ丸よかったね。処女バージン戻して。誰が生き残るのかな？楽しみだね。はい、じゃあこの辺から行くか。青30、米沢、谷氏の中で、投票します。何するの？はい、投票タイム。皆さん入れてください。どれか好きな人に入れていいですよ。で、投票が多かった二人が死にます。同数だったら決戦票。自分も入れていいよ。投票多かった人が死にます。いいですか？投票開始。青3、11票、谷氏5票。あれ、米沢0票？すごいね。すごいね、0票とかあんの？すごいね、0票って何？何0票って。誰？はい、じゃあ、元気で。次、ネモポテト。よかったね、友達蘇らせて。楽しい戦いだぞ。はい、投票開始。ネモか、ジャミミステルか、ポテト。好きなやつに入れてください。やめてくれ。いいですか？投票開始。バン、ポテト。バン、ネモ。次、アットイ、リュウギン、ネルネル。投票タイムです。アットイ、ネルネル、リュウギン。投票してくださーい。終わりましたか？はい、投票開始。リュウギン、バン。ネルネル、バン。はい、ローフ、ヤチ、エネスポリタン。これはね、ちょっと後にしよう。マシャハル、ハイロー、ワドルド、ここも後。M291、黒丸、カフェラテ。はい、M291、黒丸、カフェラテ、投票しまーす。はい。投票開始。はい。M291、バン。黒丸、バン。ここは、はい。ルルタンと、フィデラルフィアとシープ。はい。投票開始。なんかシープってやつ逃げたぞ。
はい。ルルタン、フィデラルヒア、バン。もうシープってやつ逃げたけど、なんか全滅したの？ここは、はい、マサハル、バン。ここは、ロフ、バン。はい、ここは処女バン、死んだ人誰？ポニョか。オッケー。ポニョ、バン。処女バージム、バン。で、意図的に残した人がいるんですけど、ワドルドと、ヤチ、エネスポリタン、ヤツアシは、栄転です。おめでとうございます。栄転です。おめでとうございます。ヤチ、エネスポリタン、ワドルド、ヤツアシは栄転です。もう、いけるんで、栄転です、君たち二人。よかったね。はい。じゃあ、ワドルド、もうこのサーバーいる必要ないから抜けていいよ。もうこんなところいる必要ない、こんなところに。いいぞ、行って。後で送るから。で、エネスポリタンもヤチも後で送るから、DM で。いや、大丈夫、どこ行く？いや、まあいいや、エネスポリタン、お前らこのままでもいいや。ワドルドも、まあ行ってもいいや。で、ヤツアシも。で、ハイローとクソマルはなんで残したかっていうと、あと、ただの社会人をバン解除するよ。はい。君たちは、次の第2回戦に進めます。理由は、ただの社会人はまだ可能性がある。ハイローは、まだ可能性がある。クソマルは、なんかクレオパトラみたいな顔してるから、3人は無条件で進めます。だから2回戦だって。これだけか残ったの。アットイ・ジャベリン、ヨネザワも、この辺2回戦ですね。どこ行くの、ポリタン？多分、日本。こいつらやばい。頭おかしい。はい。2回戦に進んでもらいます。ただの社会人、入れるよ。まあ、クソマルは、マジレスするとクソマルはプラグイン作っちゃったから、やんなきゃいけないから2回戦進める。よかったな、プラグインの開発が微妙に遅くて。よかったね。ハイペースでプラグイン消化してたらお前いなかったぞ、ワンチャン。で、じゃあどうやってバンクラのやつ募集するかっていうと、反省点がね、アホが少なかったんだよね。ちょっとバカなプーヤみたいなやつが欲しかったんだけど、異常にバカなやつと、割とまともなおしゃべりしたがるやつが残っちゃって、ディスコードで頭悪いやつ結構バンしたのよ。中途半端に頭悪いやつ。だから、中途半端に頭いいやつと、めちゃくちゃバカなやつだけ残っちゃったんだよね。最初で落としちゃったから、だから、どうやって補充するかっていうと、参加勢の紹介が15人。多分ね、多分15人。で、俺がツイッターで DM を送るのが10人。で、Java 版持ってる人、はい、どうぞ、入ってください。処女がシープ勝手にバンしちゃったっぽいんだけど、どうします？クソプラグに作ったのに OP 残してたっぽい。あ、じゃあシープバンで。歌？なんか面白い要素あんの？まあ、じゃあ復活で。シープの歌クソすまんないよっていう風に、ヨシコちゃんから来たから、シープやっぱバンで。ごめん。シープ悪いな。恨むんだったら奴を恨んでくれ。ごめん、サーバー、シープバンで。つまんないらしい。歌がつまんなすぎてバンした。あー、オッケー。じゃあバンで。バン継続。すまん。これ全員持ってるだろうな、これ。来た人。よし。よかったね。で、俺が10人補充して、で、参加勢が15人補充するから、40人ぐらいで再スタートかな。でも結局来ない人いるからな。あと5人ぐらい追加しとくか。結局来なくなる奴いるから、絶対。で、あと10人ぐらい追加しよう。どうせ来ない、多分。はい。ヤチ？ヤチ？エネスポリタン？お前ら、バンクラ勝った。お前ら勝ち。二人とも勝ったバンクラ。優勝。わかるか？そこ勝ち。勝った。勝利ってことね。そうそうそう。エネスポリタンわかる？バンクラ勝った。勝とう。いや、勝ったのもう。もう勝ったの。終わった。戦いは。そう、終わった。もう勝った。勝ち。だから、ゴジリンクラフト入れる。オッケー。そう、あとワドルドも。ワドルドは完全に温情。温情采配。面白くもなんともないけど、温情。完全に、技術の貢献値があるから入れる。ワドルドが面白かったわけではないけど、まあ、技術の貢献値っていうことで入れる。よかったな、ワドルド。急に頭殴られた。はい。さあ、あとは俺が DM でスカウトするか。10人。ちょっと、ヤチ、エネスポリタン、ワドルド、ヤツハシに、リンク送っといて。50人クラフトのサーバーの、ディスコードの。ヤチ、もう終わりだよ、バンクラ。こいつともお別れ。大丈夫。こいつは廃人になって、多分、ヤチのことなんか覚えてねえから。こんな奴ともう顔合わせることもない。そうそうそう。終わり終わり。こんな奴がバンクラ2次なんで生き残れるわけないからな。適当に出しにされて殺されるだけ。おパイチに送るように指示しました。了解。ジャビバイバイ。よかったな。ほら、あっちにいるぞ。ほら、クソ丸にもいいな。多分、こいつも生き残れねえだろうな。クソ丸かわいい。こっち来んな。クソ丸知らないって。クソ丸のこと知らんって。見たことないから知らんって。目立ってねえ無名のことなんか知らないらしいよ、クソ丸。残酷だな。残酷だな。よかったな、アットイ。お前、絶望視されてたぞ、ちなみに50人クラフトのみんなから。アットイはちょっと微妙だよね、って言って。よかったな、生き残れてなんとか。なんとかなってよかったじゃねえか。まあ、2時どうなるか。ハイローも勝ち？いや、負けだね。多分上がってこれない。なんで？まあ、正直微妙だったからじゃない？正直微妙だった。もう少し必要だったな。力が。力が足りなかった。ヤチとかエネスポリタンみたいな力はなかった。バカダメ！
そう、バカはダメだって。そうそう、その通り。はい。じゃあ、そういうことで。じゃあ、バンクラ、第二次バンクラは、もう少し時間かかるから、推薦枠みたいな感じの、多分集計とか、で、多少時間かかるから、まあ、15人程度だね。ツイッター枠、ちょっと、持ってこないとな。10人ほど。いや、まだ全然 DM 送ってない。まだ3名にしか送ってない。今更俺にツイッターで DM 送ってるバカどもは絶対入れないぞ。悪いけど。絶対入れないぞ。ツイッター枠は、まあそうだね。クソ丸の嫌いなやつも入れとくよ。誰？それは入ってからのお楽しみじゃねえか。頑張れよ。せいぜい。いや、家賃はもう終わったんだよ。家賃はもう終わった。頑張るの家賃終わったから。まあ、ゴジリンクラフトで頑張ろうね。次から。もう終わりだよ。大丈夫だよ。もう終わったから。な、こんなもんで。はい。じじ。